だ。こんにちは。あ、こんにちは。これハンググライダーですか。ハンググライダーです。すごく大きいですね。大きいです。何メートルぐらいあるんですか。横これは一番大きいハンググライダーなんで、はい、13から14メートルぐらい。すごいですね。ここでハンググライダーの体験ができるんですよね、はい、これに乗ってふわっと飛ぶ体験はできます。私でもできます。できます。幼稚園生ぐらい、おじいちゃんおばあちゃんで。そうなんだ、はい、誰でもできるんですね、ちょっと体験してみたいです、ぜひ。はい、ちょっとね、こんな天気ですけど。そうですね、はい、小雨ですけれども、はい、できますか。できますんで。ズボッと。この体験は座るんだ。はい、ちょっと緊張しますが飛ぶぞ。はい、じゃあ行きます。さらにまた実際に空飛ぶコースもあるんですか。はい、実際はあの杓子山の途中まで行って、はい、そこから先生と二人で5分くらい飛んでます。5分間ぐらい。林さんは、はい、推しの村の方ですか。いや、生まれは四国の愛媛です。あ、そうなんですか、はい、どうですかここの環境というのは。ですね、今日は見えないですけど。今雪がいっぱいついて、綺麗ですよ、贅沢ですよ。富士山が一望できる忍野村でハンググライダー、楽しい。県からのお知らせです。感染の拡大を防ぐために人との間隔はできるだけ空ける、マスクの着用、手洗いの徹底、3つの基本を習慣にしてください。新型コロナウイルス感染症に関する情報は県のホームページをご覧ください。